あと、それはそれとして、海瀬四つ葉に重婚していることがバレた。それはそれとして、カブラキがラナキラと、勝手に結婚したやつがバレた。はい。ラピです。ロコです。カブラキです。カブラキロコです。よろしくお願いいたします。すいません。この始まる際の始まるよツイートにですね、大切なお知らせがあるよということをね、記載させていただいたので、報告させていただくんですけれども、この度、カブラキロコ、ラナンキュラスの、天ヶ瀬無憂、海瀬四つ葉、ポント姉さんと、結婚させていただいたことを、発表させていただきます。ありがとうみんな、ありがとう、応援してくれて、カブラキ絶対幸せになる、ありがとうということでね、今日はちょっと何も言わないでちょっとこんな感じでみんなの前に出たらちょっと匂わせになっちゃおうかなと思って、ちょっとね、まあ一旦ここで明らかにしとこうよ。あの三人と結婚するのは誰なのかっていうところをさっと思ってね。すいませんね。お時間取らせてしまってね。ありがとうございました。聞いていただいて。いや、まあ、カブラキの配信の活動の形態としては今後とも変わらずに続けていけるのかなと、ちょっと最近お休み多くて申し訳ないんですけれども、続けていけるのかなと思っておりますので、引き続き応援していただければと、思います。よろしくお願いいたします。はーい。重婚って法律違反？いや、それはみんなの次元の話だって、こっちはバーチャルだからさ。ごめんけど。はい。よろしくお願いいたします。はい。あ、ありがとう。ありがとう。かわいい、絶対幸せなんだ。ありがとう。うん。よろしくお願いいたします。ラナンキュラさんが2周年を迎えた際に、ドレス姿のビジュアルが出た。ので、このドレスを着るってことは、カブラキと結婚したってことだな、ということで、皆さんにね、発表したんですけれど、以前のおはろこれ、バレたな。重婚がな。一体なんでバレたんだろうな。やっぱり配信で全世界に向けて発信したのか。そんなわけないよな。妙だな。ね、に対してハッピーがなんだっけ。最後に同じ墓に入れれば。まあいいみたいなことを言っててさ、あの方やはりね、おかしいんですよ、海瀬たちに対して。そして海瀬たちもね、カブラキさんに対してはおかしいんですよ。だからうちらね、相思相愛なのは間違いないのでね、カブラキさんが今後暴走したとしてもね、皆さんも優しくしてあげてください。すごい人ですからね、あの人は。本当に愛ですから、うちらはお互い愛してますからちょっとね一番可愛いですから、カブラキロコがなんて言ったってそうだよそう、三重婚だけどさ、順番はつけてほしいよね。なんか平等にさ、愛せるわけないんだから。いやでもなー、そしたらなんかポンとネイが勝ちそうで悔しいなー。カブラキ、いやわかんない、順番つけない、やっぱやめた、格付けをやめてほしい。ちょっと平等に愛してほしい。あ、みんな一番って言ってた。あ、そうなんだ、よかった。ちょっと途中までしか見てないんだよね、カブラキの暴走。気まずいね。いやいいんだよ、でもね、カブラキはなんだかんだ最後は海さんのところに戻ってくるから
いい、全然いい、全然いいよ。浮気してもいいよ。カブラキニーだったら浮気しても多分最後は海ちゃんのところに帰ってくると思うから、いいよ。別にイリオスちゃんのところに行ったっていいよ。最後海ちゃんのこと愛してくれるならそれでいいよ。墓は一緒に入ろう。墓が一緒なら許せる。ギリギリ許せる。死ぬ時は一緒ねって。そこだけじゃない、大事なのは。ね、何十婚するんだろう。別にいいけどね。もうお店2周年だから、だって大人だから。ほな大丈夫か。ほならいいか。うん、ねえ、ラオウみたいなこと言ってて、うん、本当に好きこの女って思いましたね。よかったよかった。人間の骨ってさ、何本ぐらいある？あの、その骨の数だけ増やせるということに気づいたんだけど、うん、200ぐらい？あ、じゃあ200個の墓に同時に存在できるってこと？はい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 、オッケー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 。206？わかったわかった、オッケーオッケーオッケー。ほなね、じゃあ一人一個までだよって言ってね。別には結構すれば200人までいけるな。よし。入りするからほぼ無理。じゃあ、一人一つまみで。一人一つまみにしたら、まあ、どんぐらいだ？いけるか。そしたらな、やっぱいくらでも同じ墓入れるからな。ハピーもこれで安泰だろう。うん、うん、よかった。そう思いますね。よかった、そう思いますね。